次に二木博文君、二木君。はい、有志の会の二木博文です。今日も5分ではありますけれども、質問をしたいと思います。先ほど来私も修正案そして付帯決議のことが出ておりますけれども、やはり安定した財源確保というのは今将来的にですね、例えば失業者になるかもしれない方々、関係者にとって非常に大きな問題でございますので、大臣改めて機動的なですね、国庫負担の動員等々を含めてですね、この趣旨を汲み取っていただいた上でのご発言をお願いしたいと思います。安心感を与えていただきたいと思います。後藤厚生労働大臣。機動的な国庫繰り入れを含めた雇用保険財政、的確なものになるようしっかりと運営してまいります。二木博文君。私はこの委員会でもですね、コロナ禍の長期化に加えまして、昨今のウクライナクライシス、ウクライナ危機ということも、まず経済を下下げしたり、あるいは雇用をですね、なくしていくようなこと、いわゆるそういう不安要因という負荷になりうることを申し上げておりますので、そういったことも踏まえた上での財源確保に向けてのご答弁だと思いますので、よろしくお願いします。さて、個別の事案でございますけれども、この二次事業の中でもその能力開発事業、この間先の委員がからもご指摘がありましたが、例えばある地域で、一世を風靡して、いわゆるこう日本の中でもですね、存在感のある地域であったものが時代の変遷に伴って斜陽化したようなものもあると思います。例えば古くは炭鉱、あるいはタオルの町とかいろいろあったと思うんですけども、あるいは木工業とかですね、そういう地域があったと思いますけども、そういう中でもやはりその地域で根ざして生きていくためには、やはり仕事あるいは経済的な糧を得ることが必要でございまして、よくそういった地域創生、地方創生、あるわけでございますけれども、新規産業、あるいはベンチャー的な産業をですね、立ち上げようとするような事業者、あるいは事業所がですね、あるという情報を、例えばハローワークや、あるいは地域のジード等々ですね、今、厚生労働省の出先機関を含めてですね、持っている情報を駆使しながらですね、例えばそこで将来的にそういった新規の、あるいはベンチャーの会社で働くことになるような、いわゆる方々のキャリアアップに向けてのですね、厚労省の取り組み、具体的にありましたらお答えいただきたいと思います。後藤厚生労働大臣。議員ご指摘のとおりでありまして、単なるマッチングだけではない、地域産業のニーズ、地域の今後の産業展開も踏まえた積極的な展開を雇用政策が担っていけたらというふうに私も思っています。そうした中で、DX 分野やグリーン分野など、地域の今後の産業展開を踏まえた人材育成を積極的に行う視点が今後ますます重要になってくるというふうに考えます。離職者向けの職業訓練については、これまで訓練受講者の就職を促進することに重点を置いて取り組む観点から、ハローワークの求人の状況を中心に訓練コースの設定を行ってきたところであります。で、今般法定化する協議会においては、産業界などからそれぞれの地域における今後の産業展開も踏まえたデジタル化などの急速な進展や、地域の詳細な訓練ニーズをしっかり把握し、訓練コースの設定を適切に行うことといたしております。訓練コースの設定後においても、訓練効果の把握検証をしっかりと行い、カリキュラムの改善につなげていく必要があると考えています。こうした取り組みを通じて、地域の今後の産業展開を踏まえた効果的な人材育成に努めてまいります。二木博文君。そういう中でも、先ほど訓練コースの DX の比率がですね、 5% も満たないというようなご指摘もあった委員がございましたけれども、まさに今いろんな決済や、あるいは発注、そしてまたいろいろお客様とのですね、 CM に向けてもですね、やっぱりこういった DX 的な知識、ノウハウ、そういうリテラシーの高いですね、従業員は望まれるわけだと思いますので、そういったことも含めて、先ほど大臣の方からご答弁ありました、ハローワークは単なるですね、マッチングの場でないと、今後のその地域の、地域や地域として生き延びていくためのですね、より能動的なですね、厚生労働行政を担う、そういうステーションであるべきだということを力強いご答弁いただきましたので、そのことは合わせてよろしくお願いしたいと思います。で、一方ですね、今
地方においてもですね、人手不足というのは深刻です。で、今回は障害者の雇用については私、触れておりませんが、例えば外国人技能実習生がいないがためにですね、その企業、製造業、あるいはアパレル等々ですね、そういったところで注文はあるんだけども、生産拡大できない、こういういわば黒字倒産的なですね、要素を抱えて不安に思われている経営者もいらっしゃいます。そういうことで、今まで経営者の側からすればですね、障害者ということの属性を知らないがためにですね、あまりこう優秀な労働力じゃないようにみなしなこともありましたけれども、今後はそういった障害者の雇用も含めてですね、この新しい産業創出に向けて、その地域が地域として生き延びていくための施策に、厚労行政の方も、あるいは大臣の方もトップとしてですね、今言われたハローワークの機能強化も含めまして、最後に力強いご発言いただけたら嬉しいと思います。後藤厚生労働大臣。共生社会の実現に向けて、障害者一人一人がその障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮する、活躍のできる環境整備、私たちの開かれた社会を整備していくことが重要であるというふうに思っております。仁木博文君。委員長、ありがとうございました。終わります。以上で原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。この際、山野井和則君ほか2名提出の修正案について、国会法第57条の3の規定により内閣の意見を聴取いたします。後藤厚生労働大臣。衆議院議員山野井和則君ほか2名提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。これより原案および修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので。